皆さん、おはようございます。では、脈は金田です。新入生、新入学2024直前スペシャルということで、はい、吹奏楽ってどんなことするか、吹奏楽部の話をさせてください。はい、吹奏楽部は仲間がいっぱいおりますからね、100人以上多いところで、結構体力使います。運動はきつい吹奏楽部。やっぱきついですね、文化部にありますが、呼吸ですね、呼吸が大事。あとはまあ、学校が読めなくても問題ないです。演奏する機会、意外にもたくさん、はい、まあ、コンクール文化祭運動部の応援とかいろいろありますよね。はい。吹奏楽部はやっぱりできなくてもみんな初心者です。初めは経験する者もいますけど、あとは規模数が来なかったらね、いろいろはい受けます。部活の両立集中できますね。はい。吹奏楽には部長、副部長、コンサートマスター、会計、広報、セッティング、ライブラリアン、部室管理、ホームページ管理、合宿係、地区委員、パートリーダー、いろいろありますね。すぐにレギュラーになれる可能性も高いですね。1年生入部しても、はい。ほとんど、はい。友達がたくさんできますし、一生の楽しみ。あとは自信が持てますね、はい。吹奏楽部、まず仮入部から本入部。あとは、まあ、基礎練習。あと体力低下作り。あとは、まあ、運動部に燃えますね、はい。あとはコンクールの予選。合宿終わって、訪問演奏。あと学園祭でノリノリ。あとアンサンブルコンテスト。あと大勢では一人にぎわって、イベントで、あとは卒業して、まあ、引き継いでですね、はい。これね、金管、木管、打楽器、ピアノ、コントバスなど、いろいろ奏でる吹奏楽は、やはり日本一ですね。はい。というわけで、以上です。バイバイ。